より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。今回は首里の街を花々が咲き誇る地域に再生しようという取り組みを紹介します。首里で養蜂を営む蜂蜜店の3代目荒垣勉さんは、首里まちづくり研究会と連携して6年前にあるプロジェクトを立ち上げました。自分たちでできる景観づくりとミツバチが重なると非常に豊かだなと思って、首里をもっと花でいっぱいの街にという思いで始まった首里ミツバチ花いっぱいプロジェクト。首里周辺で集めた蜜を首里王朝蜂蜜と銘打って販売し、売り上げの一部は蜜源となる花や木を増やす活動などに充てています。去年は120キロの蜂蜜を生産することができました。首里にあるこちらのホテルでは、蜂蜜を使って地域を盛り上げようとオリジナルのメニューも提供しています。このプロジェクトに取り組ませていただいてからは、積極的にその首里の生産者さん、企業様とコラボをして、いろんな料理を作るようにしていることと、華やかな香りとしっかりとした味がありますので、非常に優秀な蜂蜜だと私は感じております。地域の蜂蜜で、ここまで育ったので、その方はちゃんと返していきたいのと、あと、その自然と、人がこう融合した町づくりって何なのかっていうのを、一回それを考えるきっかけとして、ミツバチは面白いかなという感じです。都市部にいながらも自然を感じられるこのプロジェクト、ミツバチを通してさらに大きなつながりが生まれています。